ソカノンです。今日はですね、みんな大好きミスドだよ。違いますね。私が好きなミスドトップ5を紹介したいと思います。ミスドに行ったらドーナツ以外も食べてたんですよね。でも今回はドーナツだけに絞ってお届けしたいと思います。もう早速食べながら順位を決めていきたいと思います。それではレッツゴー。それでは早速食べていきましょう。ダン、ここに5つ入っているんですけど、そうですね、もう5位から順に食べていこうと思います。いや迷うんですよね。決めた。それでは第5位、ダン、ゴールデンチョコレート。ゴールデンチョコレートはですね、いつもこのまん丸いボール状のゴールデンチョコレートを食べていたので、ゴールデンチョコレートにしてみました。このドーナツ、いただきます。一口サイズの時とまた違う感じですね。ポロポロ感、一口サイズの時こんな落ちない。もともとこってこてのチョコレートドーナツっていうのはあまり食べないタイプだったんですけど、この周りのお砂糖かなが大好きで、これの正体が知りたい。本当に誰か知ってる方いますか？砂糖なのって思うんだけど、なんでこんな黄色いの。続いて第4位、でおいしい、おいしい、ポンデ黒糖。これはなんか私ポンデ黒糖一口、この一ボールしか食べたことない。ずっとノンマルで生きてきて、これを一つ食べた時の衝撃が大きくて4位。私のポンデリングの食べ方をご紹介します。まず食べてよ。黒糖味って聞いて、よくちゃんと一粒しか食べたことがなかったから、一粒では分からなかったけど、こうやって連なってみるとなんかいろんな黒糖が入ってるのかな。だから見た目だとブラックペッパーみたいなのもある。続いて第3位はドン、ポンデダブル抹茶です。新商品なんで、中の生地にも抹茶がある。いつの時期かは分からないんですけど、ポンデリングの抹茶シリーズみたいなのってすごく毎年出てるので、出てるなっていうタイミングの時に買ってますね。これ本当に美味しいの。なんか割と濃い抹茶っていうんですかね。続いて第2位、フレンチクルーラーです。私が思ってるだけかもしれないんですけど、ミスドの中で一番カロリーが低いのではないかと思います。知らないよ。テスト期間中に本当によくミスドさんにお邪魔してたんですよ。でその時にその疲れてる中で、でも糖分が欲しい、でも撮影期間でダイエットも気をつけなきゃいけないっていう、こう意識が朦朧とした中、コーナーを見たんですよ。ドーナツが並んでるコーナーを。そしたらちっちゃくカロリーが全部書いてあったんですね。でそこを見た時に、見た中で私がその時見た中で一番低かった。だからこれが好きになったんですけど、味もすごく美味しいんですよ。でも本当にちゃんと甘いんです。あとこのふわふわ感っていうんですか、なんだと思うの、スカイチ。まあ、これはみんな大好きあの子。この私の順位から分かるように、きっとあれなんだろうなっていう。第1位はポンデリングです。絶対的安心感を誇る1位ですよね。はい、だってポンデリングがとにかく好きなんですよ。ポンデシリーズが3つ、この子なんですよ。他のドーナツとかも食べてはいるんですけど、でも絶対にこれが好き。なんかポンデダブルさんの抹茶はこうレアキャラじゃないですか。普段の日常に寄り添ってはくれないわけですよ。まあ気分屋さんだなと思うんですよね。だからまあ、今回は3位という結果になってしまいました。安心ですね、ポンデリングは。ポンデ黒糖は割とあっさりなポンデリングなんですよ。
。でもこれはちゃんとすごいドーナツ感のある甘さがあるポン・デ・リングなので、やっぱ王道は一番美味しいなと思います。まあ、ポン・デ・イチゴはですね、まあ、イチゴチョコみたいな感じじゃないですか。見た目で言うとポン・デ・イチゴさんは割とトップ5の上位を争うではあるんですよ、見た目で言うとね。だけど味で言うと私はもうコテコテに甘いか、ちょっと優しく甘いか、抹茶かっていうどこかの底に属してないと私は採用します。今日はポン・デ・リングだったんですけど、他にもちょっとマックとかでもやりたいなって思ってるんですよ。私結構マクドナルドの好きなんですよ。カノンが好きなものを勝手に独断と偏見で決めていくというトップ5ですが、どんなのが見たいですか？ぜひコメント欄お待ちしております。私はマックがちょっとやりたいなと、あとはちょっと思いつかないからみんなに聞きたい、何がいいんだろう。でもとりあえずトップ5、5位までは絞れるはずだからやりたいなと思っているので、ぜひお待ちしております。次はですね、私の夏私服コーデ1週間分を撮りたいなと思ってるので、撮るので次の動画で公開されるかなと思うので、そちらもぜひチェックしてください。夏暑くなってくるので、まあ、私の私服コーデのポイントとしては結構スタイルよく見せるっていうのがこの夏の目標でもあるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは